はトメさんの誕生日。パウンドケーキを作って義実家に行くと、なんだかバタバタしている。どうしたのか聞くと、紙袋に子猫が一匹入れられて、道端に放置されてたのを、出勤途中のウトさんが発見して、トメさんに電話。トメさんがその猫を受け取り、その足で獣医さんに行って、あれこれしてもらってきたらしい。前に飼ってた猫が使ってたものを、倉庫から出してきて、洗ったりセットしてるところに、私が来たそうな。嫁子ちゃんのケーキも美味しいし、にゃんこちゃんも来てくれたし、今年はいい誕生日だわ。と心底嬉しそうなトメさん。お誕生日、おめでとうございます。